せーの、ラフィーです。はい、今日は私たち自炊してみた。初めての料理ということで、はい、いつもですねコンビニとか、うん、まあ、いろいろやってて、まあ、不健康じゃ不健康だし、お金もね、まあ、お金もねちょっと自炊しようかなっていう話で、今日は初めて何を作りますか。お鍋を食べたいと思います。キムチ鍋です。おキムチ鍋、なんかもう作るというかね、あれはなんか具材を切って入れるだけなんですけど、うん、まあ簡単なんで、はい、お鍋食べていきたいと思います、うん、まあ、初めてね挑戦するから、まあ簡単で許してちょうだい。バイバイキン。それではやっていきましょう。ラッピー2人でキッチン、イエーイ。それではまず最初に、顔映ってないよ。映んなくてもいいよ。うん、映って、ユーチューバーだから。何タイムよ。作るよ。手洗ってくる。作り方はこちらはサラダですね。これはあのお鍋の前に食べていきたいと思います。できてるサラダなので今回は許してちょうだい。ここは真剣でやらせていただきます。はい、ここで切っちゃダメなの？いいよ。最初具材切った方がいいんだよ。あ、でも先にこれ入れるの。そうなの。今回入れるものを紹介していきます。えのき。えのき。これです。キムチ鍋。これまず、最初にね、一回、どうだろう。これを、多分乾燥機だからこれぐらいまで入れて、うん、あと水を600だから、でも、うん、だからとりあえずこれに水を600じゃ入れるね、うん、水木で測るの？水木で測るの？ちょっと待って、一回ストップ。3人分4人分の今日一気に使う。ウケる。え、もう使える。明日も食べれるってこと？あ、そう。え、だここゴミ袋じゃない、これ、洋服置き場。ごめん。じゃえのき切っとくね。ありがとう。え、待って、1分程度入れるよこれ、うん、やばい、毒みたいやん、なんか毒みたいな。ゴミどこ？ここで。えのきも全部使う？どっちでもいいよ。でも使い道ないよね。だって使わないとこの1週間で料理しないですよ。私は全部入れた方がいいか。えのきもさもさしてる。気持ちくない？うん。えのきは好きだけど歯に挟まるから、うん、嫌い。私たち初めての共同作業の料理です。そう、あ、クッキーを作った。クッキー作った。あと、たこ焼き切るぐらい。白菜これ切ってあるからいいのかな。いいんだよ、具材そのまま。あ、お肉下に、先にお肉入れた方がいいかも。まずお鍋はお肉が一番火通るの遅いから、お肉を下に詰めていきます。はい、全部入れちゃいました。うん、キャー、あ、おにぃ。え、本当に火かけてからじゃないの？でも沸騰しちゃうよ。肉は早くやんなきゃだよ。オッケー。で、これ詰めていっちゃいますね。野菜どんどん私たちのところに持ってきて。はい。めっちゃえのき引っ張るけど大丈夫かな？もしかして白菜も全部入れるの？え、嫌い？この白菜大好きなんだろう。え、えのき量多いかも、全部入れたら。お鍋の量、あ、白菜は1回ちょっと量、半分でいい。あ、もうちょっと、もっと半分ぐらい。私白菜ないと野菜鍋食べられないのが、それレベルで白菜好き。嫌い？嫌い？いいよ、食べなくていいからね。頑張って食べる。食べなくていいよ、レイラ。頑張って食べる。そう、冷蔵庫を上げるためにこうなるの。具材いっぱいあるよ。これニラ？ニラ。あったの？ニラあった、ニラあった。どれぐらいになったら食べれるの？これね、まだ結構煮込む。任せて。あなたかまぼこ切って。はい。油揚げ。おー、食パンマンみたい。これ油揚げっていうの？私って。なんかね、油豆腐だね、それ。なんか間違った。豆腐いっぱい買う。すいません、油揚げを間違って、あ、なんか揚げ豆腐買いました。なんかごめん。あつさ。なんかそうそうね。あっち。今日パック落としたこと思い出した。結構萎えるね。
いや、財布あったからいいよ。いやいや、慣れてるよ、慣れてるけど、普通にね。この仕事に手つかなくなるぐらいやばいじゃん。かまぼうこ、かまぼうこ。あー、ミラの一番好きなかまぼうこ、かまぼうこ。かのニラ大好き。マジでニラ大好き。ニラ玉とか食べる。臭い食べ物大好き。ニンニクも？ニンニク好き。好きな男の子とかとさ、ペペロンチーノ食べたくなったらどうする？我慢してそこはカルボナーラかな。でもその人がペペロンチーノ食べたらどうする？今すぐ別れる。ペペロンチーノ食べたく、いや相手が食べてたら自分ももちろん食べるけど、じゃあ相手選んだら即自分も買えないってなんていうか、相手が臭って感じたくないから自分もさ同じ匂いになろうとしない？ね、焼肉とかさキムチ頼もうか迷うけど、向こうがキムチって言い出したら自分も食べなきゃっていう使命感に追われるんだけど。何それ。でもさ、なんか相手がさそこでさキムチとか食べちゃったらさ、あ、なんか気にしてくれてないのかなってちょっと泣いちゃうかも。なんか慣れてる彼氏とかだったら全然いいけど、なんかさ女子って思われてないのかなみたいな。なんか普通気にするじゃん一回、好きな人だったら、臭いって思うかなみたいな。え、カノってさマジで匂いに敏感だよね。なんかえ、カノマジ匂いに敏感。じゃあなんかタクマもカノも臭いと臭いが大好きなの。じゃあなんかね、なんかもう臭いのが生きがいを感じてるっていうぐらい、あのタクマとカノといたら臭い必ず出てくる。誰かが臭いとかじゃなくて、もうね、とりあえず臭いって言っとけばなんとかなるみたいな。ミラ切ってきます。ちょっと画質悪くなりました、すみません。ごめん、めちゃくちゃニラ多いかも。でも多分沈むと思うからさ。アイス、あ、フラッフィー、いきます。パカーン、美味しそう。私たち特製のキムチ鍋です。かまぼことかね、リエナさんが好きなかまぼこ入ってます。ちょっとニラ下に沈めよう。おいしそう。苦戦中です。やべやべ、どうしたどうした、火つけた瞬間に手が溢れる。じゃあ中火で、中火で持続させよう。もう弱火かけただけでもう溢れる。あ、そうなん。本当だ、やばい、鍋が怒ってるぞ。もういい感じかも。一回こうやって、じゃあカノさん休憩しますか。はい、ちょっと見張っておきますから、休憩しててください。え、じゃあ一緒にいます。いつだって相方は一緒だ。後半に続く。